危ないわね。何なのこの火の玉は。あら、避けられちゃった。ふーん、思ったよりもやるね、ミーナちゃん。私のことを知っての行動ですか。日本という国は初めてのお客さんを熱くもてなすところだと聞いていたけど、これは。あら、十分に熱いと思うけど。そっちの熱いじゃなくて、もうちょっと遊んでくれると思ったけど、所詮は私の敵ではないな。なぜ私を狙う。そもそもお前は。ミントの超能力者がここにいるのを嫌う人がいるのよ。だから消えてもらうの。それと私の名前だけど、コーリ。あら、もう聞こえない。それでは。今の音。うん、心配することはない。確かめなくてよいのですか、学園長。その必要はない。竜たちは順調に目覚めつつある。光竜に続き蒼竜、そして間もなく黒竜もな。大丈夫なのですか、また以前のように。以前のように。ほう、記憶が戻ったのかね。ええ、大洪水、みんないなくなってしまった。一つの村が地上から消えてしまったのは悲劇以外の何者でもない。だからこそそれを繰り返さないよう私は細心の注意を注いできた。人里離れた北海道のこの地に超能力者を集めたこと、巫女を手錠で封印したこと、そして虎の巫女をも召喚したこと。虎の巫女は私のことですね。その通り、天王寺シオン、君だ。そして竜の巫女は神楽麻世。早急にことが進んでしまわないように二人から一部の記憶を消させてもらった。やはり学園長だったのですね。全ては突発的な暴走を抑えるためだ。許してくれたまえ。竜の暴走と言えることはこの学園で何度か起きていたように思いますが。いずれも君が止めている。あのくらいのことで止められたのだから、まだ暴走のうちには入らない。あのくらいって、二度もマヨにキスまでさせて、この人どこまで知っているんだろう。虎の巫女の最大の使命は。承知しています。竜の暴走を止めること。いざとなれば巫女の胸を虎の牙で刺し貫いて。そう、虎の牙という君にしか扱えない特殊な剣によって。だが虎の牙にはもう一つの使い道がある。と言いますと。私もこの10年間を無駄に過ごしてきたわけではない。途方もない竜人たちの力を安全に解放する方法を模索してきた。今では前任者の風花真城よりもその道に通じていると自負している。その結果、虎の牙を使って竜の封印を解きつつ、巫女たちの解放も可能だ。巫女たち。もちろん君と神楽麻世君のことだ。何千年にわたる運命の首輝から逃れられる日も近い。今日はそのことだけを伝えておこう。もう帰って休みたまえ。そうします。お知らせくださったことを感謝します、学園長。やれやれ、何千年というのは大げさだね、
神崎学園長。いや、コードネームゼロとでも言った方が良いのかも。ほう。よく調べたね。ホムラ、ナギだったか。彼女たち、まだ15、6だよ。人と竜子の付き合いは、少なくとも7000年前から続いているというのが、私の研究の結果だ。やがては、将来の年月自体が私のものになる。不老不死、絶対的なパワー。すごい自信だね。そして僕は、勝つ方を嗅ぎつけることにかけては自信がある。だからここにやってきたか。正直なやつだ。とりあえず、手土産に情報を二つ持ってきたんだけど。ほう？ビントブルームから来た子、まだ生きてるよ。ダメージはあるようだけど、うまく逃げたみたい。こうなると、竜の力というのも万能ではないね。巫女の意識が邪魔して、非常にはなりきれないのだろうな。して、もう一つは？生徒会長や夏希ちゃんたちが、近々ここに乗り込んでくるはずだよ。一連の事件や騒動は、学園上層部に原因があり、ということに気づいちゃったみたいだから。それは大いに歓迎するところだ。いいのかな？馬鹿にできないよ、彼女たちの力。力の強い超能力者だからこそ、ここに集めたのだよ。いろいろと使い道があるのでね。誰だ、こんな時間に。よいか、夏希とやら。迫水なら、我らはもう帰ったと伝えるのじゃ。マシロちゃん、迫水さんに怒られてばっかりだから。うるさいぞ、アリカン。やれやれ、一国の王女ともあろうものが。なんだ？お前誰だ？どこから？マシロ様、ニナちゃん、いつ日本に？というか、その格好はどうしたのじゃ？やけどか？まずは手当てを。あ、マヨコ、救急箱を持ってすぐに来てくれ。テレパシーというのは便利なものじゃの。わらわも超能力者に生まれたかったわ。ニナちゃん、大丈夫？直撃は避けたから、見かけほどやられてはいないわ。それより、マシロ様。私は大事なことをお伝えに来たのです。やはり、神崎玲は。神崎？うちの学園長が何か？確かに黒い噂はいろいろあるが。9年前、風花真城さんが亡くなった崩落事故。今回、出先でついに当時の関係者に会うことができました。あの事故は確かに黒。真城さん、風花の真城さんは、噂通り殺されていたんです。なんじゃと？すると裏で糸を引いていたのはやはり神崎という男なのじゃな。神崎玲は風花の真城さんの研究成果を全て横取りして竜人を操る術を手に入れたようです。その術とやらが竜の巫女というやつか。しかもどうやら神崎の計画も最終段階に入ったようなのです。そのことを伝えに文字通り飛んできたわけですが、敵が待ち構えていて。ねえ、それでミナちゃんを襲った敵って？暗くてよくは見えなかったけど、多分私たちとそう年は変わらない。どういうわけか手錠をつけていた。ツインテールっていうの？長い髪を2本に束ねていて。そうね、アリカよりずっと胸が大きかったわ。つまりニナちゃんよりはずっと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 、やかましいわ。あ、マヨが来たようだな。お待たせ、救急箱を持ってきました。手錠？あ、ツインテール、バインバインだ。え、私が何か？マヨちゃん、ニナちゃんを焼肉にしようとしたでしょ。焼肉は確かにこの前食べましたけど。やだな、アリカさんもいたじゃないですか。そういえばそうだよね。美味しかったよね、お肉。今度はケーキバイキングに行こうってシオちゃんが。アリカ？はい。マヨ、
ぽよ。その話じゃないだろうが。すると CM じゃな。